共同浴場広瀬の湯河原の共同浴場特佐温泉は、福島県南会津郡南会津町にある温泉。平安時代から続く人を、標高795メートルに位置。発見され、約1000年が経つと言われ、古くより会津の隠れ湯と呼ばれていた。温泉の名は、植物の特佐が群生していたことに由来する。 川床から湧く露天風呂が、渓流沿いにある。数軒の旅館、民宿が散在する。二軒の共同浴場の内西根川沿いの岩風呂は2017年10月23日台風21号による大雨で西根川が氾濫し湯小屋が崩壊したが、同年11月17日完全復興した。 2018年10月1日台風24号による大雨で上流の砂防ダムが決壊し、西根川全体に大量の砂が流入したことで川底が浅くなり湯船も埋まるが同年11月4日に再開した。対岸の岩には洪水時の水位が赤ペンキで記されている。2019年10月12日令和、 元年東日本台風による大雨により岩風呂が倒壊したが、2019年12月2日に湯子や梨しの岩風呂のみで仮復旧したが、2020年1月28日の大雨による土砂流入により再度閉鎖となっている。2020年3月19日湯うや梨にて仮復旧した。無色透明奥合図の山深くに旅館、民宿が数軒。 および二軒の共同浴場が存在する。民宿の中には、自前の温泉施設を持たず、共同浴場を利用する施設もある。二軒の共同浴場のうち、西根川沿いの根浴露天風呂、岩風呂がよく知られる。水害により何度も建物が倒壊し、その都度、地元のみならず、遠方からも寄付が集まり再建された。 湯小屋の壁には、寄付をした人々の名札が並ぶ。その他、内湯の共同浴場、広瀬の湯16時19時がある。開け湯は、約1000年前とされる。菅義晴の漫画、合図の釣り宿で、ラストシーンに、徳佐温泉の露天風呂が描かれている。作中では、1970年に玉梨温泉を、訪問するが、 台風被害のため目的の温泉宿に宿泊できずに、台風のために露天風呂ができたという上流の民宿に、泊まったところ、旅心をくじかれる思いをし、気分直しに、徳佐温泉へ赴いたとある。5月27日であった。福島県南会津郡南会津町、宮里麻、湯坂かつては、徳佐温泉まで、会津バスによる、路線バスが運行されていたが、 2012年3月31日をもって、廃止された。abcd 福島温泉 .com-abcdef 南会津町、公式サイト温泉、宿泊施設特産温泉、南会津町観光物産協会、特産温泉、岩風呂について、南会津観光物産協会立て岩観光センター。2018年10月24日閲覧。緊急。 台風19号による湯の花温泉、石湯、徳佐温泉、岩風呂東海のお知らせ、栗山立岩線通行止めのお知らせ、南会津町観光物産協会。2019年12月2日閲覧。徳佐温泉、岩風呂休業のお知らせです。南会津町観光物産協会。2020年2月26日閲覧。徳佐温泉、 岩風呂再開のお知らせです。南会津町観光物産協会。2020年3月19日閲覧。必殺する目固め、告げ吉原漫画集、路線バス、南会津館内路線バス、特斎線廃止について、会津バス。2019年12月20日閲覧。ありがとうございます。